皆さん、こんにちは。SEK の遠藤です。今週1週間終わりましたね。デイトレの調子は皆さんいかがでしょうか。今日も良かったですね。昨日 YouTube の方に上げました三大二株ですね。海運株につきまして、商船三井も川崎船、もう日本郵船もですね、今日トレードを今日から始めて、もう含み益と。こういう方もいらっしゃるようですけれども、利益確定に関しましては、いつも年末までという29日の大納会までという話を昨日させていただきましたが、利食いに関しては皆さんのペースで利益確定していただければと思います。で、週足に関しましても、日経のチャート、皆さんご覧になっていただいておりますでしょうかね。日経連動型に関しましては、このように上髭陽線ということで、ちょっと上に重い状態ではありますが、全体の流れとしては、したサポートがありますので、年末にかけて、当尾の一新というほどではないかもしれませんけれども、急激な下落はないと見ることが可能となります。とはいえ、デイトレードに関しては個別の需給が大きく影響しますので、我々の注目している銘柄ですね、皆さんにお送りしています。毎日の有望銘柄、これをぜひ参考にしていただければと思います。で、チャンスがないときには絶対にトレードはしないようにしてください。で、まだ、有望銘柄登録していない方、受け取っていないという方はですね、下に概要欄ありますので、こちらから登録、メールアドレス登録していただいて、受け取っていただければと思います。ぜひ参考にしてください。今日の内容につきましては、翌日用の注目銘柄、今日6銘柄あります。もっとあるんですけれども、今日は6銘柄ですね、に絞って、皆さんにお伝えできればと思います。基本的には買い5、売り1というところですね。一つ一つお伝えをしていきたいと思いますので、最後まで見逃さずにご視聴ください。では見ていきましょう。まず一つ目。5619、マーソです。直近の IPO ということで、初値形成2日目となります。非常に力強い動きを見せてくれましたが、とはいえ、板が薄いんですね。注文が本当100株、200株、300株とかが多いので、激しく上下に振れましたね。ボラの高さ、ボラの大きさが目立った一日となりました。昨日もそうでしたけどね。今日は出来高、昨日ほどではありませんが、92万4800株ということでありますが、激しく上下に動きました。上髭ですね。上に髭の長い陽線で着地をしております。今日付けた高値が2時20分。2392円が今日の高値。終値は2300円となっておりますので、まずこの上髭を翌営業日、つまり月曜日ですね、消化する強さを見せるかということで、まず見ていきましょう。直近用の IPO は激しく動くということさえ分かっていただければですね、手仕舞いに関しても、損があったら即切るというスタンスですね。損、少で抑えるようにしてください。そうしないと、多くの個人のように、マイナス10%とか、マイナス20%になっても、まだ持ち続けるという方もいらっしゃいます。大体そういった方は勝つことはあり得ませんので、基本的にはもう負けて、塩漬けのストーリーが出来上がるということになります。二つ目見ていきましょう。こちら良かったですね。6228JET。取れた方、結構多かったんじゃないでしょうか。9030円で着地をしました。プラス10.39%。圧力差、高の状態、今日は1日振り返ると多かったですけども、それでも開発が強い時にはぐんぐん伸びていきましたね。今日はプラス10.39%、9030円で終えております。これも上髭付けと言います。今日付けた高値が午前中です。9時25分につけたのが9360円。この上髭を月曜日、消化する強さを見せるか。買い物ですね、今日も入ってきております。商いも伴いながら今日上げてきています。192万株入っていますから、週明け月曜日も商い伴いながら大きく上げていくかということで、見てください。3つ目、9107川崎汽船。これ昨日YouTube の方で、チャンネルの方で海運株について、お伝えしました。この後年末までは上げていく可能性が高いということで、買いですよという話をしました。案の定一段高、今日はプラス4.22%、出来高4629万7100株ということで、出来高についても昨日お伝えしましたが、徐々にこう入ってきてるんですね。今日大きく入りました。昨日よりもはるかに大きい商いとなっております。今日付けた高値どころが6640円。これお昼ですね。5場始まってすぐ12時49分ですね、1時前につけております。結果的に見ても
いいですね。いい形での陽線、一段高となっております。連日で上場来の高値を更新しているということになりますが、もう一段の上げが入るかということで見てください。新陽山に関しまして、これをお伝えしましたけれども 0.57% の横で売り超の銘柄となります。日商金ベースで見てもほとんどの方が空売りですから、倍率皆さんご存知でしょうか、 0.00 倍となります。買い向かっている人、保持している人、基本的には空売りの方がほとんど保持して、踏み上げられているということですね。ロスカットも入りながらも、まだまだ空売りで、いつかドスン入るだろう、いつかドスンが入るだろうということで、難品の空売りもしていることが想定されます。ですので、そういった方が多い場合には、もう1段、2段と上げていくことが考えられる。川崎線、買い戦略で見ていきましょう。では、4つ目。9101、日本郵船1段高。ちなみに高値引けという形で終えております。非常にこれも力強かったですね。5番ご覧になってた方、いい形で今日は上げて着地をしましたね。これもですね、先ほどお伝えしました川崎線同様に、なんと空売りしている人たちが多いです。売り超の銘柄となりますね。日商金で見ても昨日0.62 倍、さらに今日はもっと空売り族が入っているというふうに見ることが、出来高から見ることができます。今日の高値引け4590円を来週月曜日さらにブレイクしていくことがあれば、利食いの売りに入ることがあるけれども、さらに一段上げていくことが想定されるということでの回戦略で優先見ていきましょう。板の3つ並べてですね、このようにこう出して見ていただくと動き大体分かりますので、どれか一つ先導していくと、それに追随する動き、買いにしても売りにしてもですね、動きが見られる銘柄ですので、いいですね。カーブのが結構強いですよね、ここ2日間。それに追随するような形で優先、小選、三井が動いていると。そして5銘柄目です。4063、新越化学工業ですね。新越、日経採用銘柄一段高となりました。今日場中は良かったですね。5798円、今日午前中10時39分に今日の高値付けております。5番売りに押されましたけれどもね、さらにこう買い戻されながら大引けにかけてまた買われていきました。いいですね、この形も非常に良い状態となっております。もう一段の上げが来週月曜日入るかどうかに注目をして、新越価格見ていきましょう。商いも昨日より入っています。7449600株。そして最後6銘柄目です。こちらは空売り戦略です。7936アシックスです。日経採用銘柄ではありません。アシックス見ていきましょう。今日はマイナス 5.20%、 ちょうど200日線どころにサポートをされましたね。しかしながら気をつけた安値どころ、今日は4415円、今日午前中ですね、11時15分につけております。それを割り込むことがあればということで空売り戦略で見ています。いずれにしても上値重いですね。つまり高値を掴んでいる投資家が多いと、だいたい5000円以上で買いで持っている人たちが、早く戻ってきてくれ、早く戻ってきてくれと嘆いている、または胃薬を飲みながら食欲も不振のままですね、過ごしている状況が見て取れます。あるいはですね、もう諦めている方、いつか上がるだろうということで、もう見ていない方も中にはいらっしゃるかもしれません。今日は出来高伴いながらも、ちょっと下髭というのが気になる部分ありますけれどもね、3231900株、昨日の倍以上の商いとなっております。この下髭を割り込まなければやる必要ありませんから、気をつけた下髭、つまり具体的な金額は4115円、割らずに月曜日上げていくことがあれば、その時には明けら窓を埋めに行くような要線が出ればやる必要もありませんので、一応この割った場合に高値を掴んでいる人たちが諦めて、はぁと言ってロスカットをしてくる、買いで持ってる人ですね、買いのロスカットは当然ながら株価下落の動きにつながるということになりますので、こういった心理的なものもですね、皆さん考えていただきながらトレードしていただくと、よりデイトレが楽しくなりますね。で、この6銘柄が以上となりますが、他には先ほどお伝えしました、例えば、ありました商船三井ですとか、あと今日ありました野村マイクロ、あとは7014名村造船、これもそうですね。名村造船所は造船業ですから、海運ではありませんけれども、今日一段バチを開けてきましたね。こういった銘柄もですね、トレンドは上方向ですので、たくさん見たいという方はこれらの3つですね、商船三井、野村マイクロ、サイエンス、名村造船所も加えて見ていただければと思います。一応今日は6銘柄お伝えをさせていただきました。ぜひ週明け月曜日の銘柄選定の参考にしていただければと思います。この内容が良かったという方、いいねボタン一度押してください。またチャンネル登録ですね、 YouTube のチャンネル登録していないという方はぜひチャンネル登録してください。そして翌日用の有望銘柄ですね、翌日用の注目銘柄登録まだしていないという方いらっしゃいますでしょうか。
もしいらっしゃいましたらば、すぐに、今すぐですね、概要欄、リンク先クリックしていただいて、メールアドレス登録してください。そして受け取ってください。毎日、月火水木金、毎日用のデイトレ有望銘柄を無料にてお送りしております。注目銘柄、皆さんが見ている銘柄とですね、比較をしてみるのもまた良いですね。無理せず、タイミング、合致した時に買い売り行って、利益を積み重ねていきましょう。では、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。土曜日、日曜日、ゆっくり休んでいただいて、月曜日からまた頑張っていきましょう。では、失礼します。